その伝承の言うところ、ヒミンビョルグと呼ばれる地に、光の神、ヘイムダルは、神聖なる場所を守る。神々の番人は、安息の功労で、美酒を汲んでは楽しんだ。グリームニルの歌。白いアース、それが彼の異名。清らかで美しく、優雅で偉大なる神。アース神族の中で最も麗しい、白く輝く光の神、ヘイムダルは、終末を告げる角笛片手に、虹の橋を守り続ける。神々の国の門番は、ただ一人、根津の見張りを怠らない。ついには橋が崩落し、角笛を吹き鳴らして、世界に終末の音を轟かせる、その時まで。こんばんは、Mちゃんです。今宵は、神聖なる光の番人、ヘイムダルの物語をお話ししましょう。9人の波の乙女のもと、白い砂浜に生まれ、強く美しく育ったヘイムダルは、白いアースの異名の通り、まばゆい光を放っていました。白い鎧に身を包み、黄金の歯を輝かせ、金色のたてがみをなびかせる、春目、グルトップにまたがって、三色に光る虹の橋を渡ります。その麗しい姿と、明るく無垢な性格に、ヘイムダルは、アースのすべての神々に愛されていました。偉大なるヘイムダル、世界の柱を意味するその名にふさわしく、古くエッタの詩編の中には、このように綴られます。その大きなるも、小さきも、神聖なる皆人は、神、ヘイムダルの子。古来、人々が彼を、特別神聖な神として崇拝するゆえんとは、一説に人の始祖ともされるためです。かつて神々によって虹の橋が作られた時、ヘイムダルは神々の世界を守る番人として抜擢され、彼は快く引き受けました。虹の橋、ビフレストは安寧の要。絶対の信頼が置けぬ限り番人は任せられません。岩をも砕く剣を腰に刺し、背中を濡らしながら、ヘイムダルは昼も夜も、たった一人で橋を見張ります。その目は、100マイル先のいかなる小さなものも見逃さず、その耳は、丘の草の生える音、羊の毛の伸びる音さえも聞き逃さない。眠る時間はほとんどなく、空を飛ぶ鳥たちほどにもありません。それでもヘイムダルは頑丈ゆえに平気でした。橋のたもとにヒミンビョルグの館を建て、見張りの傍ら酒を飲み、毎日楽しく過ごしていました。日ごと神々が虹の橋を通るたび、ヘイムダルはギャラルホルンの角笛で美しく柔らかな音色を奏でます。長く穏やかな調べばかりが、神々を癒す日々が続きました。しかし、そんな平穏も、ついには終わりが来るのです。世界の最終戦争、神を害する軍勢は、橋をめがけて殺到する。その時、彼は角笛を吹き鳴らし、警告の音を轟かせる。ギャラルホルンの音が告げるは、ラグナロクの到来。神々の恐れてやまない、運命の巫女に予言された世界の終末の日。ヘイムダルは息の続く限り笛を鳴らし続ける。今夜のお話はいかがでしたか？お休み前の神話シリーズでは世界中の神話をお話しします。合わせて M ちゃんの朗読チャンネルもぜひ訪れてみてくださいね。今日も一日お疲れ様でした。それでは、良い夢を。